今野しおりです。はい、今回のお題が男の人を落とす仕草ということで、今野しおりの落とす仕草は、朝起きた時に髪の毛を束ねる仕草をしたいと思います。それではよーいスタート。おはよう。今日も晴れたな。散歩行きたくない？何見てんの？うなじ見たやろ。はい。ありがとうございました。どうでしたかね、落とせましたかね。ありがとうございました。